皆さんどうもタイガーです。お疲れ様です。今回やっていくのはですね、過去に何度も言いました。育ててない人おる？なんで？みたいな。必須すぎんだろって話をしたね。パンダさんを使っていくんですけど、皆さん、このパンダさん、やばいことがって言ってちょっと日本語おかしいんだけど、これでいきましょうか。虹バッチ。パンダさんですね。当たり前かもしれないけど、足キャラに強いじゃないですけど、ネボボには別にあれなんですけど、ネボボ以外の足キャラ全てに強いんですけど、アヌビスにも強いじゃないですか。で、リムルにも強いじゃないですか。で、もう、多分ね、気づいてる人は気づいてると思うんですけど、これから、間違いなく、アヌビスが死ぬほど流行ります。なので、マジで、今のうちに育成しておかないと痛み見ます。どうしようもなくて。俺こいつどうしようもないんだけど。ちょっと待って。俺こいつがどうしようもない。困ったな。どうしようかな。こういう時は、剣士置いて、パレちょっと上ずらすじゃん。ずらして、スライムを消して、スライムで削りに行く。魔法の雨。いや、これ無理だなぁ。これドローだ。打つか。あと一発打とうか。で攻めます。ドロー屋なんで。うわ、そんな感じか。さらに嫌なの来たな。牙とかこういう足キャラもね、パンダがいれば全く怖くないんで、問題なく処理できるんですけど、問題はこの後これを処理できるんだけど、このね、こいつをね、やれるかどうかないよね。これ一方されてるわ。こうなるともう終わりだね。どうせやられちゃうんで、悟空を当てて、こう出すじゃん、子供。で、この子供がバレなければ、この後子供がね、ワンパン入れてくれるかもしれない。バレてるね。というわけで、ワンパンは入らないですね。パンダ強すぎだろ、マジで。どうなってんだよ、こいつ。というわけで、ドローですね。ありがとうございました。いや、これからマジで死ぬほどアヌビス流行ります。裏引きはもちろん優先的に引かれるだろうし、固定する人もめちゃくちゃ増えてくるんで、パンダマジやった方がいいです。超強いんで。はい、それでは続きましょうか。今回ね、パンダのね、紹介、過去にも何回かパンダは紹介してるんですけど、マジで本当に育成必須枠なんで、育成しないがありえないレベルなんですよ、このキャラって。で、虹バッチの恩恵がマジでやばくて、射程が伸びるんですけど、まず普通の金バッチと同じ攻防 HP アップの効果。それプラスね、射程が伸びるんですよ。あとスキルハート率アップね。金バッチと同じで。この射程アップがマジでイカれてて、一方できるし、触られる前に削ってくれるから、他のキャラを使わずとも何とかしてくれたりするし、ことかさ、このラインからパンダ殴れるからね。で、叩きつけはさらに後ろにまで反対あるから、潰したね。優秀すぎる。取った。さあ、そしてそれをやってくれている。これね、スキルッとしんよね。これ、カニ来い、こっち。オッケー、押し出した。で、削ってる。ここでネボを切って、これもう一回スキルってくれるんで、これでカニ全抜きだね。美味しすぎる、これ。相手の切ってきたカニを全て破壊した。このスキル後のタイミングでカニ切って、こっちも跳ね返しを。ここ奥行こうか。狙いたかったんだけど、狙えてないね。スキルてないね。跳ね返し頑張って。もう一回頑張れ。はい、優秀。いいよ、十分。で、悟空パワーアップしてね。そんな感じか。じゃあブルガイ行きましょう。ブルガイ行って、さあ、これはね、回せますね。回せるからこれやれる。問題はこの後、こいつちょっと嫌なんだよね。ビートルどうしようかな。ビートル困ったな。ここ奥行くじゃん。これは後ろ行くんだよね。後ろカニでいいか。ラストカーに行くわ。これで相手使い切った。ビートル。ブルガがスキルってくれば大丈夫。ここからパンダだよ。これパンダ止まんないよ。あれビートルなんか行ったよ。ね。あ、多くねえわ。こんなもんだ。止められてんだけど、そこ止まんのマジやばいだろ。で、流そう。大丈夫、大丈夫。これはいける。ブルガ強え。いやー、今、巻き込まれて止まっちゃったの持ってなかったね、パンダね、今ね。今回、相手は足からいなかったから、特にあれだったんだけど、一定マジで、20ビートルバカ強い!20 ビートルもガチで強い。ビートルも必須っていつも言ってるけど、20ビートルやばいんよ。1対0がマジでやばすぎる。えぐい。はい、それでは続きましょう。パンダがね、なんだろう、最近ってか、まあ、もう2年前からか、1年半前か、言ってるレードラ。ずっと必須って言ってるじゃないですか、レードラって。まあ、マジで強いんですけど、こいつね。そう。もうなんか、出すだけで仕事完了みたいな。まあ、もちろん他にもやれることいっぱいあるんだけど、レードラマジで強いんだよね。そう。パンダもね、レードラと同じようなレベルの枠です。もう絶対に引いてほしいみたいな。絶対に引いてほしい。絶対に育ててほしいレベル。で、大型が1しかいないし、パンダの虹引けないしで、踏んだり蹴ったりなんだけど、まあ、今回別にパンダの虹の動画ではない。虹も超強いよってだけ。で、虹マッチね、手に入んなかったらパンダど、育成どうですかっていうね、質問がたまにあるんですけど、切れたね。取りながら、裏技はいけないね。これパンダじゃね、フォアが。これ大型いないからさ、この早めの大型、マジできついんだよね。どうしようかな。そして、潰せないか。ガチできつい。これ悟空だね。いや、これね、ガチできついよ。これガチきついよ。でもバイクがきついとかじゃ、もう大型がいないのがきついんだよ。これマジできつい。大型いないの本当に終わってる。あ、取られる。これウサギさん、そう切れて倒しきったけど、悟空強、超頑張ってくれてる。クレフラ切らずに済んだのマジでかいんだよね。これクレフラ今回我慢したんだよね。我慢した理由も、後ろに置いて腐りたくなかったんだ、クレフラが。剣士だけ見てもしょうがないから、流れても剣士だし。だったら、止まってないね。だったら他の中型、これがきちいっていう中型に対してクレフラを当てて、っていう流れを作りたかったんだけど。いや、メダカがだいぶ削ってくれた。あと、ヘッチ強えわ。一番ちょっとびっくりしてるのは、なんでゴレが死んだんだ。悟空のパワーか。はい、それじゃあラストいきましょうか。で、想像してほしいところの話なんですけど、足からちょっと想像してほしいんですけど、まあ、騎馬兵はちょっと例外。まあ、正直パンダじゃなくても止めれるんで、そんなに気にしなくてよし。で、バーサーカーは開幕2体切ってくることが多いんで、まとめてパンダで処理することもできるかもしれないし、まあ、できなくてもニコスなんで他のキャラ使って処理できるんで、それで処理すればいいじゃないですか。じゃあ、パンダでどう止めるかって話なんですけど、ラビットとか。サイとかバイクとか、まあ、バイクはあんま強くないからまだマシなんだけど、まあ、あとはアヌビスとかそこら辺のキャラたちが軒並み4体以下なんだよね。それがめちゃめちゃでかい。また猫は7体なんだけど、猫に対してパンダは基本あんま切らん。猫は別にパンダじゃなくても止めれる。取れる。これ悟空じゃね。パワーアップ悟空して後ろ取れるじゃん、剣して。なめこ、そのキャラ弱いよ。麻痺入れた。けど、まあ、狩られるね。なるほど。こっちビドラでいこうか。後ろどう止めようかな。幸いは地味に邪魔なんだよね。後ろ引きで置くか。ここパンダ置きして、引きでキラビ置くわ。いて、ごめんなさい。ちょっとマイク、手ぶつけちゃった。悟空強っ。は？止まってないんだけど。相手コスト無限なかったけど。これ多分諦める相手。悟空止まんなかったから。えぐ、何これ。いや、コストがないか、純粋に。そんなことないでしょ。あるよね。そうだよね。ここパンダの虹見てください。対地ビクロ。削れてる状態でこれだよ。やばいでしょ。ポス行こうか。まあ、スキル打てるんで、2、倒せるね、これ。ドン。後ろどう止めようかな。まあ、悟空でもいいんだけどね。正直。大型来るっしょ。こっちミドラでいいじゃん。さあ、パンダ行こうか。ああ、ここブラが行くわ。これ、体力マックス同士の戦い。やばいでしょ、これダメージ。マジでやばいって、チビから4コスだって。パンダ2時間もしんないけどさ。強すぎるパンダが。てか、ちびくろも弱え。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回ね、アヌビス出てこなかったけど、そう、アヌビスに有利、マジで大事なんで、止めづらいんよ、あのキャラ、絶対に。これからね、スキルのクルテンめっちゃ速いし、普通にね、中型殴り負けるから、場合によっては0とかに勝ったりするからね、やばいでしょって。3コス4体召喚で、取りでも取れて、対空通常に持てて、スキルにもしっかり対空持てて、ワンチャン0とかに対魔がつって、普通に行かれてるからね。まあもちろん、降臨の儀の後のレードラに当てるって感じだと思うけど、降臨の儀をアヌビスがもろにドーンから食らったらさすがに勝てないかな。あ、金バッチャーだと勝つかもしれないけど、バッチなしはさすがに勝てないかな。スキル発動を無限にしてレードラがスキル打たなかったら勝つかな。とか、まあそれぐらいフィジカルがやばいんだけど、それをね、全く問題なく勝利できるのがこのジャイアントパンダ。はい。で、もちろんアヌビスだけじゃないから、なんかよくわかんないけど、エミリアにも有利だし、これマジで意味わかんない。で、ゴーストに有利じゃん。で、もちろんネズミとかも有利じゃん。まあ、これ足だからね。で、あとはリムルでしょ？さっきも言ったけど、言った気がする。そう、リムルにも有利と。で、しかもこれ有利なキャラ以外のキャラたちもバカバカ潰すんで、さっき見てたと思いますけど、そう、そういうキャラじゃなくても当てれば潰せるんですよ、スキルで。でなんなら大型戦で重ねたら大型潰れますからね。結構やばい、やってること。で、このキャラが優遇されすぎ。あ、だって直近の新キャラ、リムル、ガオ、アヌビスってきたけど、リムルとアヌビスに強しだよ。やばいでしょ。普通に考えて。はい、そんなキャラです。育成しないがマジでありえないです。今回、虹バッチとバッチなしそれぞれ運用しましたけど、虹バッチがマジでぶっ飛んでて、バッチなしも普通に強いです。バッチなしでも引きますからね。全然余裕で。他のキャラバッチ引いて、パンダバッチなしでも全然5なんで、パンダ強いから。なんですけど、個人的なおすすめとしては、パンダの虹 D0。を取るようにキャラを付加するが当たり前になってほしい。それぐらいぶっ飛んでるキャラですね。ただもちろんずっと強いから下放される可能性はあるけどね。パンダ S ランクだからね。余裕の S ランクマジで強いから。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。